中日本高速道路八王子支社は、中日本高速道路の支社の一つ。旧、日本道路公団東京第三管理局の流れを、組んでいる。郵便番号1928648東京都、八王子市宇月町231敷地内に、笹子トンネル天井板落下事故の犠牲者が乗っていた、ワゴン車や犠牲者の遺品、実際に落下した天井板などを展示する。 安全啓発感がある。道館は社員研修施設であり、一般公開はしていない。中央自動車道を中心として、主に東京都多摩地区、山梨県、長野県中部のネクスコ管轄の高速道路、有料道路を管轄している。保全、サービスセンターは保全、サービス事業を担当している。かつて、中日本高速道路は保全、サービスセンターを 管理事務所と呼んでいた。JH 時代は、関越道、上信越道、長野道、県央道、北関東道も管轄していた。その後、民営化直前の2005年7月に、東京管理局、東京管理局東局、東京管理局西局がそれぞれ関東第二支社、関東第一支社、関東第二支社八王子管理局に再編された際に、 これらの路線はすべて関東第一支社の管轄となり、民営化後は、ネクスコ東日本関東支社へ引き継がれた。2019年7月1日、八王子工事事務所が東京支社から移管された。ありがとうございます。